はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、皆さん、ワンピースちょい見せ見ましたか？公式のちょい見せ、毎週ね、だいたい金曜ぐらいに、来週のジャンプの1ページ目がね、公式のワンピース .com にて発表されるんですけど、ちょっと今日それについて動画撮りたいと思います。で、ちょっとね、今日緊急で撮ってるので、編集が多分ね、軽めになると思うんですけど、ちょっと見づらくてすいません。なので、あとこの動画はね、来週のジャンプの1ページ目、1053話のちょい見せの公式の情報をね、それについて話しますので、来週になってから見たいよって方はね、ぜひ後で見てください。で、あと先になんですけど、多分ね、このちょい見せの動画って早バレコメントがね、来る可能性が高いので、コメント欄ご注意ください。で、もちろんですけど、早バレコメントはお控えください。もちろんね、このチャンネル普段から見てくださってる方はね、正規の発売のこういったね、公式のタイミングで楽しんでる方がね、ほとんどだとは思うんですけど、なのでコメント欄ね、ご注意ください。僕の方でもね、月曜読んだ後ね、そちら対応もしますので、僕もちょっと開かないようにします。申し訳ない。だからちょっと皆さんのすぐ見れないんですけど、というわけでね、ちょっと注意しつつ楽しんでいきましょう。それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いしまーす。毎週ワンピースのね、考察感想を上げたりしてます。いろんなバラエティも上げてます。ぜひお願いします。じゃあ行きましょい。はい、1053話1ページ目がさ、ちょい見せがやばいですね。いや、ちょっと待って、ちょっと、ごめんなさい。今もうほんと読み立てで撮ってるんで、マジで整理できてない。とりあえず熱量を共有したい。まず、まあ、マリージョアのとこになり、まあ、新聞がばらまかれてるぞって状況なわけですよね、これね。で、ちょっと上から整理していきましょうよ。この写真はなんだ？目を通してないぞ。D も外せと伝えたはずだと。まず、D が外せされてない新聞がばらまかれてると。おそらくですけど、これって多分ルフィとかの懸賞金ってことですよね。まあ今更外すっていうのもなんかちょっと気にはなるけどね。順当に考えたら、ルフィとか、ローとか。ローに関してはトラファルガーローで出てるから、ローの本名も出ちゃうとかね。だから、ルフィかローとかに関しては、まあ、それがあり得るかなって思うんですけど、他のキャラですよね、もしかしたら。他のキャラで、例えば、キッドも D だったとか、今まで D ないからね。とか、まあ、その辺ですよね。だから、可能性としてはこの辺が、だから、ルフィなのか。まあ、ローの可能性も高いな。で、あとはキッドとかね。だから、D をそれで付けた状態で、この新聞がばらまかれた。要は、懸賞金が載ってるものが、まあ、ばらまかれたんじゃないのかなって状況ですかね。これ、1ページ目の、まず最初の五老星のセリフで、それでまたこのさ、 CP0 の名前も判明しとる。しれっと発表しとる。写真は CP0 のゲルニカ様より。どっち、どっちの方、こっちの方、こっちの方、どっち。まあ、多分生き延びた方ですよね、おそらく。だけど、生き延びて一人だけ無事だった CP0 の名前がゲルニカだったってことですかね。いや、もう何これ、もう2個まで、まだ2個までするからね、皆さん。今このちょい見せこれやばいな。いや、ゲルニカね。まあ今までその CP0 で名前が分かったのがマハさんと、まあ今回出たゲルニカさんと。だから社畜さんの名前教えて。ね。カイドウさんにね、バーンやられちゃったけど、でっかいってやってバーンやられちゃったあの人の名前も教えてよ。多分そうですよね。あの人じゃないよね。多分生き延びた方がゲルニカさんですよね、多分ね。で、からのモルガンズ。いやー、もうモルガンズが動くときはもうこういうときですからね。いや、このジャーナリズム魂、ちょっとこれは嬉しいですよね。やっぱこの世界的にも。いやー、嬉しいですよ。印刷所と連絡取れない状況であって、わざと多分連絡取ってないですよね。情報操作なんてさせねえってね。いや、ちょっとこのジャーナリズム魂、ちょっとかっこいいと思いましたよね、これね。で、そこでさ、このモルガンズが言ってるわけですよね。なんだこの神秘的な姿。これもニカってことでしょ、多分。これニカの姿が多分この新聞に載っちゃうってことですよね、おそらくね。他に神秘的、まあカイドウって今更別に神秘的とか言わなそうだし、まあそれからあとズニーシャ。いや、ズニーシャでも別に神秘的ではないですよね。でかい像だし、ただの。なんか別に神々しいとかないですもんね。まあ順当に考えたら、まあルフィのニカの姿が、まあ CP0 によってこう撮られてて、まあそれが今回のこの新聞に載ったのかなっていうところがまず一つあるのと、あとだからまあ大穴でちゃうと、例えばまあそのエネルとかね。うん、まあこれ妄想ですよ。もちろんわかんないですけど、今このタイミングでエネルが来る理由とかもよくわかんないですけど、エネルの姿っていうのは別に正解に今まで現れてないですから、まあそういう大穴パターンもあんのかなとはちょっと感じましたね。まあニカだろうけどね。うん、受注ハックニカだろうけど、もしかするとそのやっぱさ、この世界情勢編っていろいろ動くからとにかくやばいじゃないですか。なので、そういったところも踏まえてこの新聞に載ったのかなとかね。もう完全に手止めずにね、発行を止めろって言われてるけど、全然発行を止めてない。ガシャンガシャンガシャン完全にもう、この世間にこれもうすり渡ろうとしてますよね、これね。やばいね。で、そこから、あと最後のコマよ。いや、ちょっと、もう情報多すぎないっすか、マジで。いや、これもう来週やべえな、もうパンクする気がする。やばいと思う、マジで。ワノ国にて消息を絶ったサイファーポロの最後の通信、ここですよ、だから。ビッグママの船だ！で、
通信がサイファーポール途絶えてるってことなんですよね。これつまり周りにいたあの政府の船あったじゃないですか、あれが消息を絶ったわけなんでしょ。でしょ、あれ我々としてはなんかズニーシャがさバーンってやってくれんのかなみたいな妄想があったじゃないですか。ただでもズニーシャ普通にねシレッと帰ったじゃん。ただただあジョイボーイ懐かしいって言って帰ったゾウさんじゃん、あの人今のとこね。じゃなくてあのサイファーポール待ってろって言われてあの妨害電波入ったじゃないですか。でその後おそらくだけどビッグマムの船が来て消息絶ったってことですよね、流れ的に。だからそうなるとビッグマムの船が攻めてきたんですかね。今のところ分かってなかったのが最初にね、まあ、落とされた、大福とかスムージーとかが乗ってた、まあ、クイーンママシャンテ号ですよね。その一隻は今のところワノ国の、まあ、近海にいたはずなので、その船だけなんですかね。一隻で全部沈めたのかな。いや、そのパターンもあるか、十分。戦力的にはめちゃめちゃ人数乗ってたからね。確かにそれは十分あり得るな。いやだからまあビッグマムの船がねまあ一隻あって、一隻であの政府の船全部潰せるかね。でこれ時系列がちょっとわかんないですよね。緑牛がどのタイミングでどうなのかっていうね、その前回のタイミング、その緑牛が来たタイミングより前なのか後なのか、そのあたりもちょっと気になるところであるよね。だとしたらその緑牛さんがサイファーポールをスルーして、潰されてるサイファーポールスルーしてワノ国来てるとか、なんかそういうことになっちゃうとは思うんで、なんかその辺もちょっと気になりますよね。緑牛が来たタイミングとか、緑牛が来るまでに1週間経ってますもんね。サイファーポール待っとけって言われてから1週間経って、まあ、ルフィたちが復活して緑牛が、まあね、1052話では来てましたから、だからこのビッグマムの船もどのタイミングかですよね。となってくると要は政府の船が周りにいるヤバさよりもビッグマム海賊団が攻め込んでくるヤバさの方が実際ヤバいですよね。政府ももちろんヤバいけど、ただ海軍はそこまで来てないと思うんですよね。今そういう情報ないじゃないですか。政府の船が来てるっていう情報はあったんで、だからその辺も気になるよな。だからビッグマムの船に誰が乗ってて何隻来てるかどうかですよね。下にいた一隻だけだったらまあ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 って感じはするけど、ただでもその人たちってあの入国の方法を知ってるんですよね。ビッグマムそのクイーンママシャンテ号で最初に来ようとしたのは滝登りであの入ろうとしていたじゃないですか。でそこをキングが落として、でその次マルコが落としてつって2回あの飛ぶやつらに落とされてるんですよね。ただ鯉のぼりの方法を知ってるんですよ。滝登りの方法を知ってるんですよね、鯉を使って。俺今鯉のぼりって言ってた、鯉のぼりは違います、5月5日ですね。だから入国できちゃうんだよね今思ったけど。だからビッグマムのそのビブルカードとかがね、まあ息子たち子供たちが持ってたら、今ビッグマムってもうマグマの中ですから、ビブルカードはもうジジジジジって多分なってると思うんですよね。そうなってくると上がってきたりするんじゃないかなとかもしますよね。サイファーポール潰してかつ上にも来るという、まあ、そんな感じですかね。ちょっともう今近距離撮ってるんで絶対抜けとかもあるし、あのもう興奮のまま喋っちゃってるんですけど、いやもう1ページ目でこれだからやばいね。いやちょっと楽しみですねマジで。もうモルガンズも言ってるけどさ、世界が変わる今は事実が一番面白いって言ってるけど、まさにそう、まさにそれすぎ、マジでおもろい。世界変わってた事実が一番おもろい、世界情勢の事実一番おもろい。いや何出んのかな、いやとんでもないこといろいろ出んだろうな。ちょっとまあお互いね、あの早気をつけつつ来週ね待って楽しんでいきましょう。はい、ちょっとね今日こんな感じでした。またね来週来たあの初見のリアクションとか全体のね考察感想も撮っていきますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録お願いします。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。救済までラスト1周ですけど、救済もねいろいろとみんなで盛り上がって楽しんでいきましょう。はい、そんな感じでした。最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。明日も楽しもう。またね。もう来週やばそう、もう来週やばそう、来週やばそう。One, two, three, four, out there. One, two, three, 全力で真っ直ぐ。